今回はステーションという便利なツールを紹介したいと思います。このステーションなんですが getstation.com というリンクからダウンロードをすることができますで。このステーションは何ができるかということなんですけど最近はもう本当に色々な新しいアプリが たくさんあると思います。例えば、まあ、Twitter とか Dropbox とか Facebook それから Google ドキュメントとかいろいろあるんですけれどもそういったアプリを1箇所に集めてで管理をしやすくしようというツールです。で私がよくやっていたのはこのようにいろいろなアプリをこうあのタブに入れてですねで、まあ、上の方にも私は入れてたりするんですけどそういったものを一個一個クリックして開けてで使う。 っていう風にやってたので結局タブの数が多くなってしまったりとか、まあ、ウィンドウをあちこちあの切り替えて移動しなければいけないっていうことが起こりましたでこのステーションを使うとそういった問題が解決されます今私が入れているアプリをちょっと見ていきたいと思いますが、まあ、例えば Gmail それから Slack ですねあと EverNote とか Doodle というポールを取るアプリです それから、あとは Facebook のメッセンジャーですね。このメッセンジャーもいちいち Facebook を開けたりしなくてもいいということです。で、ポケットといういろいろな記事を一箇所に集めるアプリもあります。それから Twitter もここからアクセスしたり、あとはボックスという、まあ、ドロップボックスのようなアプリですとか、あとキャンバスという LMS のアプリ。 あとはユーデミーというオンラインコースのアプリそれからあのボドロップボックスですねそのアプリも入れてありますでこういうふうに何が便利なのかと言いますと、まあ、例えばツイッターで見つけた情報を他のツールでシェアをしたいという時に例えばこのフライヤーをシェアしたいんだったら、まあ、これをコピーしてリンクでもいいんですけど Slack に行って他のちょっとこれは全然違うチャンネルなんですけど、まあ、そういうところに行ってシェアをするということもすごく簡単にできてウィンドウをいくつもいくつもオープンしなくても移動が簡単にできるアプリカ内でのその切り替えだとかシェアっていうのがすごく簡単にできるという利点があります。 さらに新しいメッセージが届いたりするとその通知が届くようになっているのでいろんなアプリを1個ずつチェックしなくても1箇所で全部どれだけのの通知がが来たかかいううるようになっていますで。その通知が来たアプリのその右上の方に赤い丸が出てくるのでそれでどのアプリに動きがあったのかっていうのを知ることができます。 じゃあ、どんなアプリをこのステーションに追加できるのかっていうことなんですけど、数としてはもう600以上あるようでものすごい数があります。なので、あの皆さんがいつも使っているようなアプリもおそらくこの中には入ってるんじゃないかなと思います。例えば、ここで見ていくと、まあアカウントとかカテゴリーに分かれてるんですけど、PayPal、まあ、があったりだとか、まあ、GoogleKeep もありますし、えっと Google のトランスレーションとか、 いろんなアプリ入ってますね。はい、もちろん、あの結構メジャーなアプリもあればそうじゃないのもありますけど、slack も入ってますし、wechat とか WhatsApp とかも入ってます。で、まあ、ステーション内に入れたアプリの数が多くなってしまったりしても、まあ、あの最近使用したアプリとかから簡単に行ったりだとか、あとは検索をかけることによって、さっとアクセスすることも可能です。 なのでいろんなアプリを使う方には本当に便利なツールだと思います。